どうも、こんばんは、ワドです。今日は、2018年8月の11日、夜中の3時30分でございます。よろしくお願いします。彼女と連絡ついたんで、コラボに上がってもらいます。もう、ケリをつけよう。もう、忌憚のない意見を述べたまへ。もう、リスナーさんも自由にね。もうどう思ってるか、リスナーさんも本気で語り合おう。コラボ枠だから。のりこ VS ワドだから。のりこ VS ワド。なんかイヤホンマイクがないとか言ってたね。イヤホンマイク。声聞こえてる？大丈夫？はい、こんばんは。あ、ニンニンいらっしゃい。楽しんでて。こんばんは。サメちゃんの花火分、あ、サメ島さんに渡す分だったんだ。まあ、ねえやはね、サメ島グループだからね。テミいらっしゃい。聞こえる？何かあったのか、いや、何かあったからこういうタイトルになってるんでしょう。はい、エルビンこんばんは。まあ、聞いてたらわかるよ。あ、かかってきた。戦だよ。もしもし？聞こえる？俺は聞こえるよ。そっちはハウリングしてないの？大丈夫。リスナーさんは？大丈夫っつってんの？ん？リスナーハウってない？聞こえんの？聞いてんの？大丈夫だって。え、何？どうすんの？どうするって？昨日の話の続きだよ、ちゃんと。コメントは見えてんの？コメント見えてる。コメント見えてんの？あのさ、ジュースを買いに行かないといけなくなったし、お米が炊かれてないし、ね？紙パックのジュースから、ビチャって布団がなった時誰も拭かないし、どうするの？困ってるんだけど。ジュースはこぼれるし、ジュースは買いに行くのあれだし。だって昨日さ、もう帰ってっていうさ、言われそてれはだってた。帰ってって言われるでしょ。こんな、ペロペロしなかったら。ペロそうペじゃロないしの。なかったから。いや、ペロペロしなかったからじゃなくて、ね、放送の邪魔と映画の邪魔しちゃいけないってなるでしょ？でしょ？違う？あと、お風呂入らなかったのはまあ置いておこう。3日、4日お風呂入らないのは。でも、正直言って。正直に話してほしいんだけど、最近歯磨いてないでしょ？磨いてる。いや、俺最近のんちゃんが歯磨かないの知ってるから。磨いてるよ。磨いてんの？あ、そうなの。いつ磨いてんの？和藤さんが寝てる時とか、あ、そうなの。放送中とか。あ、放送中に磨いてたんだ。じゃあ、でも、のんちゃんは付き合いたての頃、おしゃれな服着たりとか、ね？綺麗なパンティーとかブラジャーとか持ってたでしょ？でも、なんか汚ねえブラジャーと、同じブラジャーと、服もなんか、ババアみたいな、なんか変な帽子かぶってるし、メイクもしなくなったのはおかしいでしょ？でも帽子は日焼けしちゃうから。でもなんかなんか、なんだろう。ババアが被る帽子なん、あれ。そうなの？でもババアだからさ。いや、でも、綺麗でいてもらいたいじゃん。メイクもしなくなったりするのは、ダメなんじゃないの。
あれ？なんだ？なんだろう？どっか行った。ん？じゃあ買ってやれっていう話がおかしいでしょ。なんだこいつ。あ、ブロックな。フォローしてねえじゃん。ここフォロワー限定放送だから。何こいつ。よいしょ。れなんで切れたの？なんか落ちた、勝手に。あ、そうなんだ。うん。だってさ、付き合いたての頃は毎日メイクしてさ、おかしくない？食費も出さないしさ。で、放自送、分な、え、何？自分なのはさ、出すようにするよ。いや、自分のは出すようにするよ。まあ、そうか。乞食に乞食をして、恥ずかしくないの？乞食に乞食をして。でしょ？じゃあ、メイクしないのはなんでなの？肌が荒れちゃうから。肌が荒れる？そうか。それはしょうがないな。メイクはいいや、別に。のんちゃん働いてるの？だって。働いてない。そうか。働いてない。いや、俺が悪いと思ってんの、いまだに。思ってないよ。でしょ？いい子になるの。いい子になる。毎回それ言ってさ、いい子に、どんどん悪い子になってない、のんちゃん。なんかえ？やっぱり俺はね、何？命の母を飲み始めたあたりからおかしくなってると思ってるんだけど、あんなもん捨てちまえよ、命の母なんて。飲まないと余計。じゃあ、あれを飲み始めてから、なんかおかしくなったんだって。いや、俺おは、かしくない。のりこが命の母を飲み始めて、もうダメだって言い始めてから、なんかね、おかしくなったんだよ。いや、おかしくなったから飲み始めた。治ってないじゃん、命の母飲んでも全然。俺、命の母が悪いと思ってるから。なあんんなもんか、聞いてないん。聞いてないかもしれないけど、やっぱ更年期ってさ、なんかそういうのさ、もうえ、体とか、更年期障害と戦ってんの？そう。何ブーって。わもかしもる。し？もしもし？のんちゃんね、48歳。ちなんゃんとか、いい、いいよ、言って、なんでも。うつ病と更年期が、なんか合体して、なんか、無気力の上に、さらに無気力になっちゃうっていう感じな。いや、それはずっと寝てるからわかるけどさ。でも、のんちゃんほら散歩に行こうって言ってるのは、のんちゃん気づいてないかもしれないけど、足どんどん悪くなってんの知ってる？俺と付き合った頃から。だから運動しないと足悪くなっちゃうんで、足痛いのわかるけど。だからさ、なんだろう、少しでもさ、やっぱ寝てるだけだとさ、どんどん悪くなっちゃうから、少しでも元気取り戻してもらいたいの、俺は、のんちゃんに。
別に、のんちゃんが年なのはさ、俺は気にしてないから、なんかのんちゃんは気にしてるんだろうけど、俺は全く気にしてないから、のんちゃんの年齢のこととか。からなん俺が、かん？気力と体力がついていけないっていうか。いや、そんなこと言われても、俺は。俺も48になったことないけど、さ、足はさ、筋膜炎持ってて痛いのはわかるのよ、辛いのも。でも、使わないとどんどんダメになってくの、寝たきりみたいになって。背筋もどんどん丸くなっていってるしさ、姿勢悪いから。だからやっぱ少し散歩したりとかさ、のんちゃんのこと大事だから運動不足すぎるんだって。そう。で、のんちゃんが鬱なのもさ、まあ更年期障害はわかんないけど俺は。それはなんかドレさんとこの前話してたから、ねえ、なんか、それは俺はわかんない世界だけど、そう、太陽を浴びないとダメだし、ね、鬱なのはわかるんだけどさ、俺はお医者さんじゃないしさ、しっかりしてもらわないとさ、困るわけよ。俺もうつ病持ってるからわかるけど、そううつだから、そう、自信持たないとどんどん引け目感じて辛くなるよって、ほら、そう。で、なんかこの前、その私はブスだからって言ってたじゃん。でも、そんなのさ、気にしないでほしいの。いや、じゃあ、のんちゃんがブスって言ってるわけじゃなくて、俺は別にのんちゃん可愛いと思ってるから、別にさ、もう48だろうが35だろうが、別にみんな年取ったらババアになるんだし、俺もジジイになるんだから、そんなん気にしてたらしょうがないじゃん。別に俺が可愛いって言ってんだからそれでいいじゃん。違う？そしたら病院に行ってるよ。ああ、なんかね、命の母自己判断じゃなくて先生に薬内緒あるから聞いた方がいいよって。薬の飲み合わせもあるんでしょ。いや、化粧はね、のんちゃん、肌がボロボロなんだよ。病気でね、肌荒れがすごいの。だから、まあ、メイクはいいよって言ったんだけど。そう、俺がいいって言ってるんだから、いいんだよ、そんなの。お猿さんみたいって言っても、いいんだよ、そんなの。わかる？で、みんながのんちゃんのこと好きなんだから、放送にも出てもらいたいの、俺は。自信持って。そんな、どんだけ可愛い人でもブスブス書かれてるじゃん。放送ってそういうもんだから。で、ブロックも入れてるしさ。そんな気にしてたら俺と付き合えないよ。悪いけど、もうずっと言ってるけど、俺は配信でやってくって決めてんだからさ。配信とか、そういうので。なんか携帯やたら鳴らない今日。普段鳴らないの。のんちゃんの携帯でしょ。なんか、あと、鬱で辛いのはわかるけどさ。いや、わかるよ。俺もわかるから。でも、もう俺もわかってるんだけど、何もしないと何も変わらないんだって。自分の心次第なんだって。わかるよ、やる気が起きないのも。でもさ、もう、俺ものんちゃんもさ、若くないんだから、でしょ？俺も33だし、のりこも俺より年上なんだから、お互いにさ、もう限られた時間なんだよ。
もう人生間違いなく半分以上残ってないわけだから、俺らは。だから、その生きてる間にやっぱりやり残しがないようにしないとダメだと思うのね。俺ものんちゃんも。で、俺は別に、なんだろう、イラストとか絵っていうのは一つの例えであって、別に何でもいいのよ。のんちゃんがやりたいことであれば何でもいいの。でも、その、だら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 過ごしたら何にもならないんだって。何でもいいんだよ。写真だろうが、スポーツだろうが、絵だろうが、何でもいいの。ご飯作るとかでもいいし。その、なんだろう。できることをゆっくりやって、ゆっくりゆっくり、その、向き合わないとダメなのよ。のんちゃんが笑ってないんだよ、最近。いや、鬱だからなの分かるんだよ。でも、鬱だからっていうと、どんどん鬱になるよ。分かる。わかる。俺はのんちゃんに笑ってもらいたいのね。あと、前も言ったけど、その女性のコラボとか女性の写真を撮るなとかいうのはもうやめてほしい。絶対に。もう怒られるポイント分かってるでしょ、俺に。俺が激怒すんの。女だからって言って激怒してるんじゃないよ。それは分かる？多分そこを勘違いしてるんだ。いや、分かんないんだったら分かんない。で、分かるなら分かるって言ってもらいたいんだけど。ごめん。リスナーさんコメント書くのはいいけど、俺のこのテロップ読んでね。マナー守って。ここのテロップちゃんと読んで。リスナーさん。言ってる意味わかる？俺が。わかるかわかんないか。わかんない。わかんない。俺が怒るポイントっていうのは、のんちゃんが女に対して嫉妬してるから怒ってるんじゃないんだよ、俺が。それのんちゃんが勘違いしてるところの。俺はただ自由にやりたいだけなのよ。例えば、のりこが男と絡むなって言っても、俺多分激怒すんの。そこを分かってないんだって。のんちゃんが女と浮気してるっていう主観で見てるから、俺が怒ってるポイントが分かんないの。あのね、男の人っていうのはやりたいこと邪魔されたりとか、仕事の邪魔されるとか、やるべきことがあるのよ、男には。それを、その、サポートしないといけないと思うの、女性は。わかる？それを邪魔されたのに怒ってるの、俺は。わかる？わかった意味。むしろ手伝ってくれるぐらいじゃないと困るんだって、配信とかさ、映画とかを。のんちゃんができることで。別に手伝えとは言わないけど、元気出たらさ、いや、結婚するつもりはないから、俺は。俺とのりこは。まあ、ご飯作ってくれたらだいぶありがたいけど、食費浮くし、なんだろう。ね、その分機材に回せるから。ご飯作ってもらえたら助かるし、配信やってる間さ、寝てるんじゃなくて、買い物行ってご飯作ってくれて、まあ一日一食でいいから、それもお願いしたじゃん、だいぶ前に。だから二人で散歩行くんだったら俺は毎日でも付き合ってあげるよ。のんちゃんが汗かいて、
お風呂入ってぐっすり寝れて、まあストレッチしたりとかさ、その間俺写真撮ってればいいんだから、少し新宿公園行ってさ、のんちゃんはこうランニングっていうかさ、ウォーキングしてストレッチして準備運動とかしたりさ、だから俺パシパシ撮ってればいいんだから、俺別に運動不足じゃないから、俺も運動になるしね、少し散歩したら。そう。でも部屋、こんなさ、狭い部屋の中でさ、ずっと18時間もずっと寝てたらおかしくなっちゃうって、それこそ。んちゃんはそんなために生まれてきたんじゃないよ。わかる？一緒に歩くよ、俺は。むしろ歩こうって言ってるよ。毎日言ってるよね。のんちゃん。別にのりこをいじめるためにやってないよ、何も一つも俺。のんちゃんと一緒にいる時間。のりこに嫌がらせしようって思って何かをやったこと一回もないはずだよ。もう2年一緒にいんの？ 1 年半？どれくらいいんの？もうすぐ2年ぐらい。2年も一緒にいる？10月ぐらいで。2 年になるの？だからさ、もうのんちゃんも俺の性格わかってるわけじゃん。俺はのんちゃんに嫌がらせしたりとか一回もしてないはずだよ。したことある？ない。一回でも。俺のんちゃんのことすごい大事にしてきたつもりなんだけど、イタリアンレストランに連れてったりさ、本場アメリカのさ、ハンバーガー屋さんにさ、何回も週3回連れてったりとかさ、テイクアウトをして、本格アメリカンハンバーガー屋さんを。甘やかしすぎたんだよ、だから。裕福な生活をさせすぎたと思ってる、俺は。わかる？和食とかもね、テイクアウトしたし。普通の庶民はイタリアンとかに連れてってもらえないんだよ。一般家庭は。日本国民の。95%ぐらいは、1ヶ月に1回イタリアンに連れてってもらえるとか、そういう世界なんだよ、のんちゃん。わかる？週3回も、アメリカン本格、ハンバーグ屋さんをテイクアウトしたりとか、ね、イタリアンレストランに行ったりとか、ね、和食の小料理屋さんとかには行けないんだよ。わかる？それでね、更年期だとか、うつだとかね、そう、しまいにはペロペロしないとか、もうめちゃくちゃなんだよ、もう、本当に。わかる？頭から粘土の匂いがしたりとか。もうめちゃくちゃだよ。わかる？イタリアン食べたことなかったでしょ？生まれてから。なかった。なかったでしょ？人生が変わったんだよ、のりこは。そう思わない？変わった。でしょ？
ミラノ風だよ。ケンタッキーフライドチキンも食べさせてるでしょ。ボックスだよね。高級なやつ。でしょ ?890 円すんだよ、あれ。普通は、普通の一般家庭は、半年に一回、家族の誕生日の日に、あのチキンを1個250円のチキン1個買ってきて、ね、うん、誕生日、息子の誕生日に、あれがおかずで出るんだよ。あれ、ご飯のおかずで出るんだよ、もんじゃ。普通の家庭は。そうだよ。我が家は上級国民だから、やっぱり旦那の稼ぎがいいから、890円のポテトとサンドとチキンとアップルパイまでついてるんだよ。ドリンクと。あれ、チキン1個がおかずなんだよ。この人たちは。今見てる人たちは。そんな、その人たちからね、俺らはお金をもらって生きてるの。あの月に一個半年に一回あれを買いつま箸でつまみながらご飯のご飯とたくあんと味噌汁で食べてるのよみんな。その人たちから俺らはお金をもらってね、そういうねすごく残酷な世界なの。うん、わかる、うん、それでね更年期障害とかうつとかペロペロしないってなってくると話がこじれてくるわけ。わ、うん、かる、うん、ふざけるなってなるわけ、うん、わ、うん、かる、うん、ほらのんちゃんと電話するって聞いたから2000円課金してきたのにのんちゃんの方が贅沢してるっつって。そう。わかる?悲しい世界なんだよ。そう。みんなは水道水を飲みながら、俺が、ね、タリーズの缶コーヒーを飲んでるのを眺めるっていう残酷な世界なんだよ。みんな水道水飲んでるんだよ。カルキを抜いてないやつ。うん、カルキ臭い水道水を飲みながらね、あの裸電球の電球をこう電気代を節約するために1個つけてね、泣けてきたわ。のんちゃんが贅沢しすぎたね。そうでしょ、内職をしてるんで、俺に花火を投げるために。うん。うん。わかる?カゴを編んでるんだよ、藁で。うん。家族、娘、3歳と5歳の娘がいるのに、お母さんはスマートフォンを見ながら、カゴを編んでるんだよ、夜中に。月に一回街に降りてくんだよ。カゴを、わらで編んだカゴを売りに。そのお金を花火で投げてもらってるんだよ。のんちゃんもカゴ編むよ。いや、のんちゃんがカゴ編むかどうかじゃないの。それを闇市で、そのカゴ、町でね、カゴを売って、2000円、3000円を、になるわけだ。ね。それを闇市でアマゾンギフト券に変えてね、天ギフで花火を投げてるんだよ。そういう生活だから、うん、分かった、うんうん、分かる、うんうん、だんだん分かってきた。子供たちに飴玉、おっきい飴玉に一個ずつあげるの。余ったお金で。うん、あの、ザラメがついたさ、でっかい飴あるでしょ。
でっかい、あのでっかいビー玉みたいな飴にザラメがついてるやつあるでしょ。あれを二人の子供に一個ずつあげるの。そういう世界だから。で、旦那は酒飲みで暴力ばっかり振るうの。そのカゴを編んでるリスナーたちを。そう。でも、その、アマゾンギフト券を、押し入れの下に隠して、ね、現金は奪われるんだけど、俺の花火代だけはいつも守ってくれるんだよ。子供だけは殴らないでって言って、お母さんボコボコにされて、昼間働いたお金は全部、アル中の旦那に、ね、金梅さんみたいな人に持ってかれちゃうの。女ぶん殴って。で、押し入れに隠したアマゾンギフト券で、俺に花火投げてくれてんだよ。ありがたいね。ありがたいね。分かってきたね。その生活とね、のりこサイゼ、のり、のんちゃんにサイゼリヤでミラノ風ドリアを食べてもらいたいからみんな頑張ってるんだよ。わかる。のんちゃんにミラノ風ドリアを食べて元気になってもらいたいがために、その生活を強いられてるんだよ。みんなは。あったかいね。あったかいでしょ。だんだん分かってきた。そう。子供たちにね、お母さん何見てるのって。ね。よく見なさいって。お母さんみたいになっちゃダメって。この人みたいになるのよ。この人たちみたいになるのよって言われながら、分かったって言って、子供たちの希望なんだよ、俺らは。5歳と3歳の娘。乙女と、ね、キク3歳の、ね、いつか東京に行ってこの人たちに会いなさいって言われてるんだよ。わかる？ミラノ風ドリアが食べれるように頑張りなさいって言って、キクちゃんは勉強一生懸命やってるんだよ。寺子屋に通いながら。おきくは。おきくはシーザーサラダとか知らないんだよ。サラダにドレッシングかけたことないんだよ。キュウリは味噌で食べるもんだと思ってるんだよ。かわいそうでしょ。かわいそドレッシングっていう概念を知らないから。う。そう。味噌がないと泣くんだよ。ごめんなさいって。明日味噌買ってくるからってお母さん寂しそうに言うんだよ。かわいそかわいそうでしょ。う。野菜基本生だよ。冷蔵庫もないよ。皮の、紐をたどるとはカゴがあって、カゴの中に野菜がキンキンに冷えてる生活だよ。冷蔵庫ないから。パパイヤとか食べたことないんだよ。マンゴーとかも知らないんだよ。ナタデココなんかもってのほかだよ。びっくりするでしょ。そうだよ。そうだよ。あんまりナタデココとかマンゴーとか放送で言ったらダメだから。放送禁止用語だから。わかる？ギリギリオッケーなのが、メロンだね。パイナップルとか。ギリギリオッケーね。パイナップルは食べたことあると思う。多分。メロンは？メロンは、学校で教わったぐらい。
食べたことはない。だからマスクメロンになるともう放送禁止だね。夕張メロンとか。メロンぐらいで抑えておかないと大変なことになる。クレームが半端ないから、DM が来るから。バナナは OK だね。スイカとバナナはセーフだね。わかる？それくらいデリケートな世界なの、この世界は。わかる？それくらいいろんなことを感じながら俺は放送をやってるの。ちょっと5歳の娘が見てるので、あんまり、マンゴーの話はちょっと控えていただけませんかってクレームが来るの、丁寧な。わかる？うちの娘はマンゴーを知りませんと。娘が関心を持って困ってますと。ね。わかる？シュークリームな、もってのほかだから、本当に。わかる？すごい贅沢してたね。すごい贅沢だよ。ミラノ風ドリアなんつったらもう本当に大変なことになるよ、本当。わかる？お母さん、梅雨だくってなーにって、ダメってなるんだよ。お母さん泣きながら、ごめんなさい、ごめんなさいって言うんだよ。3歳の子供に。お母さんって、梅雨だくって言ってるけど、梅雨だくってなーにって言うと、お母さん泣くんだよ。ブラウザバックして。閲覧減るんだよ、それで。のんちゃんが梅雨だくがどうのこうのって言ってるよ、お母さん。ごめんなさい、ごめんなさいって言って、ブラウザバックして、便所太郎さんの放送見に行っちゃうんだよ。わかる？だからアンチが増えちゃう。そうか。そう。わかる。贅沢しすぎてたせいなんだね。そうだよ。贅沢しすぎたんだよ。贅沢しすぎて勘違いをしちゃったんだよ、のんちゃん。わかる。時給600円だからね。和道リスナーの主婦のパートタイムの、大体アルバイト料。で、仕事がない時代、外国人に仕事取られてるから、時給600円なのに4時間しかシフトを入れてくれないの、店長が。だからカゴを編んでるの。わかる？そうだったんだ。そうだよ。悲しい世界の。で、月末になってくると、主ランの旦那が来るんだよ。殴るんだよ。ひどいでしょ。DV だよ。もうみんな殴られてるんだよ、うちのリスナーさん。だから何言ってるか分かんない時あるでしょ。ちょっと、主婦勢が。月末になると大体減らってるでしょ。なんか、もう嫌とかなんか、つぶやいたりしてるでしょ。なんか、いきなり、何の脈絡もなく、もう嫌だとか言うでしょ。あれはもう旦那に殴られてる後だから、もう減らってるからなんだよ。ボッコボコにされてるから。たまにあるでしょ、そういうコメント。もう耐えられませんとかさ、いきなり何の文脈もなくさ、いきなりどうしたっていうコメントあるじゃん。あれはもうボロボロになってる、もう奥さん。かわいそう。そう。でも、和道さんが生きがいだから。俺が子育てを頑張りましょうって放送で言ってるから、そうだって、はって気づくの、奥さんは。で、その和道さんの、やっぱ和道さんのおかげで、娘のこと思いとどまりましたってなってるわけだから、やっぱり恩返しをしなきゃっていうことで、カゴを編んでるんだよ。で、そのカゴを、
3ヶ月間カゴがたまったら町に降りて売り歩くの。で、闇市でアマゾンギフト券に交換して花火を投げるって。わかった。地獄絵図だから。わかった。×2 だから。前の旦那もそんな感じだったから。前の旦那もそんな感じだった。でも、若かったからっていうことにしてた。前回の旦那は若かったからって。でも気づいてるの。やっぱり私男見る目ないんだわっていうところも気づいてるの。もう2人目だから。2人目もそうだから。でもそこは俺触れないから。わかる？そういうデリケートの世界。若かったことにしてる。若気の至りみたいな感じでうまくごまかそうとしてる。ワードリスナーたちは。すぐ悪い男が好きになっちゃう。女ってそういうところがあるのね。わかる、わかる。ダメな男に尽くしたくなっちゃうのがワドリスナー。和道さんにつき、あ、和道さんに尽くしたく和道なっさん、ちゃそうそう、和道さんだったらってみんな思ってるの。わかる？わかる？そういう秘めた思いも受け取らないといけないの。私がもう少し若かったら、男を見る目があったら、和道さんだったらってなってるわけ。そうか。そう。そういうのも汲み取りながら、のりこさんは贅沢よっていうニュアンスになるわけ。わかる？のりこさん、あなた、幸せ者よってなってるわけ。捕まえないとって。話したらダメじゃないのっていうのはそういうことになってるわけなの。わかる？あなたバカよってなるでしょ。そうなってくると。カゴを編みながら、泣きながら、涙流るる。わかる？だからそういうのを汲み取っていかないといけないの。のりこは。わかる？わかる？ぬか漬けとか食べてんだよ。おかず。ぬか漬け。ぬか漬けがメインのおかずだよ。そうか。浸かりすぎてるやつね。酸っぱめんの。酸っぱめだよ。冷蔵庫ないから。そうか。分かってきた？分かってきた。分かってきた？どうするの？じゃあ。もう俺疲れたから喋って。いい子になる。そうしよう。いい子になって。わかる。子供見てるから。3歳の。求められたらペロペロする。そうだね。だんだん分かってきたね。ペロペロしなくなったら大変なことになるんだよ。わかる？毎日ペロペロする約束だったよね。なんで毎日ペロ、今だって10日に1回ぐらいになってない。ぶっちゃけ。付き合う、
なんだよ。1週間に1回でしくらい。ょ？それだとね、困るわけ。1週間に1回だと。それで浮気だとか何だとか言われても、ね、困るわけ、俺は。ぐっすり寝れないの。毎日ペロペロしてもらう約束だから。わかる？1週間に1回だと、ちょっと困るんで。じゃあもっと増やすね。増やすっていうかね、もうね、自主的に、もう、俺にペロペロしてって言わせないでほしいの。お願いだから。気づいたらペロペロされてるぐらいじゃないと俺困るから。わかる？世界の和道だから。自主的にペロペロしてもらいたいのね。どちらかというと。攻めの姿勢を忘れないでほしいのね。攻めの S、待ちの M だと思ってるから、俺は。じゃあいきなりわガッかる？てパンツ下ろしていいの？さあ、いいね。いいよ。ガッて思うと、そうね。いいよ、攻めの S、待ちの M、そう。S の心を忘れたら終わりだから。ゲーわムかしる？てる時でも大丈夫？そう、そういう時、隙あらば。わかる？俺に、ダメだよって言わせたら勝ち。わかる？わかる？のんちゃんダメだよ、こんなところでって言わせたら勝ち、のりこの。わかってきた？隙あらば。のりこ、もう出かける、20分後には出かけないといけないんだよって言わせないと。わかる？でもするんでしょ？っていう、いい会話だね。いいよ、のりこ。そうだよ。エロスがあったね、今のは。今のもう一回言ってごらん。でもするんでしょ？いいね。いいよ。そう。いいよ。俺、ちなみに今、繁忙期だからね。いいよ。だんだんいい子になってきたな。今、かご編んでるんだよ、リスナー。これを聞きながら。微笑ましいって言いながらかご編んでるんだよ。娘寝てるから。そう。娘は寝てるから、お母さんは安心してかごを編みながら、あら、微笑ましいって言いながらかごを編んでるんだよ。パッチワークの人もいるね。刺繍。バラの刺繍。ハンカチの端っこにバラの刺繍が入ってるでしょ？たまに。あれをパッチワークしてるんだよ。バラを。わかる？あれはね、時給いいの。1個単価80円だから。バラの刺繍。その人はね、クール花火投げてくれるの。大花火か。旦那さんも殴らない。クッキーは缶。缶のクッキー食べたことあるの？聞いてる？のんちゃん？食べたこと缶のない。クッ、ないでしょ？そういう人はクール花火くれんの。わかる？だんだんわかってきた。
反省した？反省した。本当に？じゃあ、言いたいこと言っていいよ。俺は言いたいこと言ったから。ヤマトさんはうゲームとかしてるときにガッとパンツ下げてん。うん。うん。ペロペロしされたいされたいね。ね。それで うん。マグロみたいになって、のんちゃんいいよって言って。え、気持何？ちいい、え、のんちゃんいいよ、気持ちいいよって言って、それで、まだ行きたくないから、もうちょっとそっとしてって。そっとして、そっとした方がいいんだよね。敏感肌だからね じゃあ今度からそっと、もうちょっとそっとして、長い間頑張る。そうしよほら、若い時ってさ、8ビートとか2ビートとか、早ければいい。だから若い子の曲って早いの、大体。つったん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 とかさ、ドゥク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 とか、そういうの聞いてるでしょ、若い子は。年取るとバラードを聞くから、わかる？ねっとり。そう、バラード。ねっとりゆっくり。そう。他に言いたいことないの？大丈夫。あ、そう。じゃあ分かったわ。お疲れ。お疲れ様でした。はーい。よいしょ。これどうやって落とすんだ？落とし方わかんねえな。どうやって落とすんだ？退出します。そっち側で落とすしかないでしょ。はい。はい。まあそういうことだから。ビシッと言ってやったから、ビシッと。男らしく、ビシッと言ってやったから。聞いてた？男らしかったでしょ。亭主関白なところあるから。わかった。解決した。毎日ペロペロしてもらえることになったから。権利を勝ち取った俺は。ビシッと言ってやった。万事 OK だからこれで。だって、のんちゃんのパジャマ、これだよ。雑巾みたいでしょ。ねえ。買った時さ、すげえ綺麗な色だったのに、毛玉だらけで、汚ね、雑巾みたいになってんだよ、これ。ねえ。どう思う？ねえ。毛玉だらけで。ひどくない？これ。毎日これ、臭っ。洗ってないんだよ。これ着てるんだよ、雑巾みたいな。のんちゃんのパジャマ買って、
のんちゃんのセクシーなネグリジェ買ってあげて。アマゾンで送って、のりこの。いや、リスナーから小じきだから俺。T シャツとかも、こんな色してるんだよ。これ、のりこの寝巻きなんだけど、マジでやべえな、ほんと。これ、白い T シャツだったら雑巾の色してるんだよ、これ。ねえ、臭いよ。ねえ、しゃばんでるんだよ。粘土だよ。粘土っつうか雑巾の匂いだよ、これ。もうオワコンだから。洗おう。いや、俺は洗濯してるよ。洗ってないよ。よし。いい感じだな。ビシッと言ってやったよ、ビシッと。洗うの俺が？洗濯機ない？手洗い？これを洗うの？洗ってみる？多分すごい色になるよ。洗ってみようか、じゃあ。ていうか、のりこじゃあどうやって寝るの？これ。これ、一張羅しかないよ。服なんかずっと半年に一回ぐらい捨てるんだよ。アマゾンで新しいのが届くの。炊事洗濯してないよ。インに。裸で寝れば。いや、じゃあもっとセクシーランジェリーを着てほしいね、俺は。セクシーランジェリー。俺が買ったやつは綺麗なのがある。俺がのりこに買ったやつ見る？こっちを着ればいいんだよ。ほら、綺麗だから。ほら。のりこに買ってあげたやつあるから。ほら。ほら。これスカート。ね？スカートが。ほら。スカートがあるじゃん。スカート。ほら。これと、上着は、これ。これのりこに綺麗じゃん、これ。これ着てればいい。これ着ればいい。こういうのいっぱい送ってきて、みんな。のりこの服、のりこの寝巻き、これ着てればいい。丈短いって、今ナウい感じはこんな感じだから。ナウな感じ、これくらいでしょ。わかった。コスプレじゃないから。制服だから、制服。あれ、画像カクカクすんな。炊事洗濯から教えないとって48歳だよ、のりこ。俺の15個上なのに、なんで俺が教えるの？ニンニ。のりこの花嫁修行枠やろうよ、のりこ。なんか、もう主婦歴長いリスナーの家に、のりこが修行に行く？ 2 泊。1泊2日で、花嫁修行枠とか面白そうだ。誰かうち来ていいよっていうさ、女性リスナーさんいないの？ちょっと花嫁歴が長くて、主婦歴も完璧な主婦。だから、もう、炊事洗濯女とは、みたいな。主婦道をのりこに叩き込む枠。それどう？それ面白そうじゃない？わかる。のりこに女性とはっていう。メイク枠やって、料理枠やって、掃除枠やって、で、夜は霜の話をするの。霜の話。
グータンヌーボみたいな番組やろうよ。グータンヌーボみたいな。そういうさ、なんか女配信者って番組の企画力ないよね。企画やるとき男主導じゃん。なんか女ならではの企画とかやったらウケそうな気がするんだけどね、そういう。ねえ。それちょっと面白そうじゃんね。なんか旦那の悪口は言うなとかさ。そうだよね、人ね。なるだろうね。フランスの女性がめちゃめちゃ怒りそうだよね。フランスとかの女性が激怒。フランスはうるせえかんな、そういうのは。ヤマトナデシコっていう番組名にしようか。ナデシコって番組名よくない？のりこが主婦リスナーを訪ねて、花嫁修行をひたすらするっていう番組。で、最後泣くの。全365話。よいしょ。はい、ブロックでーす。フォローしてない人はブロックでーす。ブロックでーす。フォロワー限定放送だから。のりこ、のりこお嬢様だよ。のりこの家クソでかいから。しょんべんちびるぐらいでかいよ。のんちゃんお嬢様だよ。それでかっつって。アイテムちょうだい、アイテム。アイテムくれ、アイテム。金持ちのリスナーさん、アイテムください。浅井さんはもう放送出ないって。ありがとう！ありがとう！いいんじゃない？言いたい放題言って。ニンニありがとうございます。ありがとう。浅井さんはもう放送には映らないって。放送やめた。配信自体やめた。浅井さん頑張ってるよ。泣けてくるね。いや、みんな花火投げてよ、ちょっと。アイテム、お金持ちの人、アイテムちょうだい。でも、部屋片してから。いや、元気っつうか、すごいよ。パワフルだよ、浅井さんは。浅井さん、パワフルだよ。この前、浅井さん放送してた？え？放送やってたの？全然この世界から離れてねえじゃん。めちゃくちゃだな、ほんと。浅井ゆき子相変わらず。この前やってたんだ。じゃあ、配信者だわ。何言ってるか相変わらずわかんなかった。大丈夫、浅井さんの言葉誰もわかんないから。もうあれ、神様と会話してるレベルだから。あの人すごいよ、本物だよ。浅井ゆき子は本物だから、ぶっ飛んでるから。多分ね、本当に神と会話してるんだと思う。本物すぎて、ありがとう！ハートありがとう！ありがとうございます。メコありがとう。
サンキュー。浅井さん知らないの？いや、ただの神様だから。西新宿の神様。もともとホームレスやってて、で、今、空き缶拾いで生計立ててる。で、俺と石野っていう、3年ぐらい前に石野がホームレスやるときに出会ったんだけど、石野がホームレスやるときに、浅井さんが通りかかって、ホームレスにお弁当配ってたの。で、俺らは NPO の人だと、夜中だったんだけど、NPO の人だと思って、この辺に住みたいんですけど、どうしたらいいですかって言ったら、なんか、布団持ってきてくれて。で、いや、とにかくね、もう、新宿で超有名な人で、ホームレスに布団配ったりとか、弁当配ったりしてるおばちゃんで、そう。で、空き缶拾いで月収40万ぐらいある人。浅井さんは普通にただの神だと思う。で、マジで、もう何言ってるか分かんないの。とにかく、支離滅裂なの。言ってることが。もうで、なんか、なんだろう。結構すごい人だね。もうほんと神の域に達してる人。ニルバーナだね。もう俺ら凡人には理解できない。ただの神様だから。なんか、光が見えるって言ってて、その光と会話をしてるの。まあ、浅井ゆき子は見てみないと分かんないよね。まあ、俺の YouTube 見て、浅井和道で検索したらいいよ。うん、いっぱい動画あるから。それ見た方が早い。うん、たまにふわっとやってんじゃん。うわ、引退したもんだと思ってたけど。やってるんだね。いや、カゴアムとか系の類じゃないから。あの、リアルに本物だから。いや、リスナーさんのコメント見たらわかるでしょ、周りの人。ただの神様だから。うん、本当の神だから。いや、見たらわかるよ。動画見たらわかる。いや、伏線嘘じゃないよね。本物だよね、あの人。うん、西新宿のマザーテレソだから。てか、あんだけ人のために動けるってすごいよね。全くの他人なのに弁当配れるからね。YouTube で、なんて検索すればいいのかな。浅井って、その感じ、浅井で検索したり、浅井と、まあ、和道で、俺のチャンネルで検索したらいっぱい出てくると思うよ。うん、YouTube に俺の動画、俺のチャンネルにいっぱい動画あるから。あら、ガチだね。そう、浅井和道で多分いっぱい出てくると思うよ。うん、自分も困ってるとかじゃないよね。もう人のためっていうか、なんだろう。俺ね、浅井さんが一番すげえと思ったのが、浅井さんって本当にベジタリアンなの。で、俺ベジタリアンのへりくつっていうの、なんか、体にいいとか、健康にいいとか、なんかもう、もう聞き飽きたじゃん。いや、ベジタリアンな、ベジタリアンいいよっていうさ、もうそんな、なんか、いらねえよ、ちょっと待って、イヤホン抜くわ。そういうさ、その、くだらねえ、おめえらのうんちくとかいらねえんだよと思ってたけど、浅井さんベジタリアンなんだけど、浅井さんなんで肉食わないのって聞いた時の、一言で返しがすげえかっこいい。逃げるものは食べませんって言うと、俺ね、今までね、ベジタリアンのくだらねえうんちく聞き飽きてたけど、和道さん、私は逃げるものは食べませんって言ったんだよ。めちゃくちゃ響いたわ。超かっこよくない？もう名言でしょ。そういうのがいっぱいあるの。いや、めちゃめちゃかっこよくない？うん、めちゃめちゃかっこよくない？逃げるものは食べませんって、なんかブッダとかさ、イエス・キリストとかそういう域に達してないとで言えねえだろ。うん。すごいよね、本当に。いや、普通じゃないよね。
いや、本当の成人だと思うよ、あれ。いや、俺、あんなにすごい人見たことないもん。なんか、この現代社会で、なんか人間らしく生きてるっていうか、なんか、本当に心が思うまま生きてるっていうか、なんか、すげえかっこいいよね。まあ、石野はただの気違い、知恵遅ればばあって言ってたけど。いや、和道さんがブランディングしすぎてるだけで、あれ、ただの知恵遅れでしょうとか言ってて、俺は普通に腹が立ったけど。神への冒涜だよ。すごいよね。光の合唱団でしょ。俺だいぶ痩せたんだけどね。お腹やばいか。俺だいぶ捨て頃から痩せたけど、お腹やばいかな。俺の中では結構痩せてる部類なんだけど、別にピタッとしたシャツ着てるわけじゃないんだけど、だいぶお腹はすっきりしたと思わない？痩せたでしょ。リスナー、あ、谷さんの家にいるよ。働いてるって今、石野は。なんかアフターファイブを楽しんでるらしいよ。乳首外寄りになったのは胸筋がついたからだね。ボクシングやって肩幅でかくなって胸筋つくと乳首が離れてくる。いや、石野で、俺は、石野が働いてるってすげえと思うけどな。なんか、なんだっけ、あれだけ働かねえっつってたやつを働かせた谷さんはすげえし、あんだけ折れなかった石野、何年間働かねえっつってたのよ。だって。まあ、大切なものができたんじゃないの。俺は普通にかっこいいと思うけどね。石野が働いてるっつうのは。偉いんじゃん。なんかその、我を捨ててさ、その自分よりも大切な価値観ができたんでしょ。いや、すごいでしょ。だって、ホームレス1年ぐらいやってた男だよ、働きたくなくて。それを働かせた谷さんはすごいでしょ。働かせたっていう言い方は変な言い方だけど、一人の男の生き様を変えたわけだから。まあ、もう配信やらない方がいいよ、石野は。普通にまともに働いてさ、仲間がいて、飯食ってってやってた方が楽しいでしょ。かたぎな生き方した方が幸せなんだから。焼き鳥屋はちょっとやってやめた。焼き鳥屋もちょっとだったのかな。半年ぐらいやってなかったかな。正木さんが出資したんじゃなかったっけ？わかんないけど。あそこでも一回連れてってもらったけど、めちゃめちゃすごいよ。高級焼き鳥だよ。一人1万5千円とか2万円とかザラに行く焼き鳥屋さんだからね。焼き鳥で2万とかね。レベルが違うよね。まあ、働けない人もいるっていうのはさ、また別の議論だけど、なんだろう。俺でも、ありだと思うよ。
なんか国とかに、いや、なんだろうな、働くってそもそも何なのかみたいな話は、結構、ちょっとトイレ行ってくるわ。待ってて。ちょっと深い話しよう。深い話しようね。よいしょ、ただいま。働かなくてもいいんだよ。俺はちょっといい話をするけど、今から。これはへりくつを言ってるわけじゃなくて、俺は徹底的に働くとは何なのかっていうのをかなり向き合ってきた方だから言わせてもらうけど、そうね、別に働かなくて、生きていかなくていいんだったら、働かなくていいんだよ。で、よくさ、日本国憲法がとかなんだとか言う人いるじゃん。いるでしょ。働くのに罰則規定なんかないし、憲法はそもそも国民を縛るものではないの。でしょ？それは法律で決めることなの。法律で働かなかったら罰則ある？ないでしょ。だから別に働かなくていいんだよ。ニートでいいんだったらニートでいい。ただ親には働けって言われるのは、それはニートと親の問題だから、俺らが口出す問題じゃないの。だから金持ちだから働かない家なんかいっぱいあるんだから。そう。別に貧乏でも働かなくたっていいんだよ。食えれば生きていけるんだったら別に他人が干渉するようなことでも国が干渉するようなことでもないの。だってさ、昔の江戸時代とかの価値観で言ったら、働くっていうことは農耕をすることじゃん。でしょ？でも今の現代社会でやってるさ、ことなんか全部遊びだよ。多分、江戸時代の頃から言ったら。はぁって感じだと思うよ。フォトグラファーですって言うと、もう、はぁなんだそれって。畑肥やせよって多分怒られたと思うんだよ。働くってそんなもんだから。いや、これ本当よ。時代によって働くの概念って変わるのよ。すっごい目まぐるしく変わんの。で、おそらくほとんどが農耕とか狩猟とか、猟とかなんだよ。要は食うことに直結してんの。だから、別にどんなことやっても食えたら勝ちなんだよ。で、もう現代社会ってどん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 ロボットの雇用とか外国人の雇用、もう雇用がどんどんなくなっていくの。だから、俺は今の時代だから、もう強く言っておきたい。とにかく遊べと。遊んで食えるようになるのが、もう主流になるから。もう、そんな遠くない未来に来るから。もうだから、写真も遊びじゃん。映画も遊びじゃん。漫画も遊びじゃん。配信も遊びじゃん。遊び極めたやつの方が食えてるじゃん。遊び極める時代だよ。サッカーだって、あんな遊んでるだけだから。野球だって遊んでるだけだから。野球選手すごい、スポーツ選手すごいって、ボクシング選手すごいって、遊べと。好きなこと遊んだやつが勝つんだよ。そう思いません？どうですか？真面目に。真面目に働けっていうのは昭和の中期から後期の考え方。いや、遊びを極めるんだよ。その代わり遊びを本気でやるの。遊びを真面目に本気でやるの。とことん本気でやるの。もう狂ってるぐらい遊ぶの。そうすると、人に認められる時代なんだよ。だって YouTuber なんか遊んでるだけだからね、はっきり言って。でも、極めると仕事になるんだよ。いや、食えればいいんだから、その分、世界が豊かになってるんだから。そうそうそう。いや、っていうよりも、人類はそもそも暇つぶしだっていうことを忘れたらダメなの。人間は神でも何でもないの。
たかだか100年しか生きなくて、たかだか、ね、何か残せるっつって、一番尊いことはだから子供とかなのよ。次の世代にバトンタッチ。みんな遊んでるだけだから。だから戦争もなくなった。まあ戦争まだ残ってるから悲しいことになくさないといけないんだけど、ほぼ戦争はなくなった。ね、飢餓もなくなったの。要は人類の一番の目的って生きることなんだよ、そもそも。生きることイコール戦争と、ね、飢餓、要は農耕との戦いだったの。この2つを克服しようとしてんのよ、今。そう。で、ただ昔はその戦いを避けること、戦う時は命かけることと、まあ、農耕とか漁とか、要は食うことに直結することが結びついてたけど、どんどん機械とか産業革命とかで発展していって、他の余暇ができていったから芸術が生まれたりとか、まあ保険とかさ、なんかハンコつく仕事とかいっぱいわけのわかんないものができてるよ。これ遊びだから全部。そう、今の時代死ぬまでの暇つぶしなんだよ。いいんだよ。子供も彼氏も旦那もいらない。それはどうなんだろうな。パートナーいた方がいいんじゃない？俺は猫に好きな人ができたって言ったら嬉しいけどね。別にレズビアンだったら女性でもいいし。まあレズじゃないんだったら恋人はいてほしいけどね。別に子供と旦那は別に選んでいいかもしんないけど、パートナーはいた方がいいよ。一緒に生きていく仲間はいた方がいいから。誰かに愛された方がいいでしょ。そう。まあまあ、いや、俺はね、仁さんね、極めた方が絶対いいと思ってんの。一個だけでいいから。一個極めたら他いろんなことやっていいと思うけど、結局極めないと食えないから、この時代。ライバルが多いから。だから、ニッチな自分がもうこれ一生取り込めるっていうものを見つけて、もうどっぷり浸かるのよ。で、そこで、みんなの模範っていうか、この人すごいってなったら、食えるようになるから、今の時代。SNS があるから。要は教えてくださいってなるから。まあ友達でいいんならいいんじゃん。まあわかんないけど、誰かに愛されるっていうのは素敵なことだよ。誰かを愛することとか。俺はそう思うけど。いや、孤独はダメ。どうなんだろうな、孤独。どうなんだろう。孤独も、まあ一興だと思うけどな。そこはいいんだけど、なんつうんだろう。普通に今までの働くっていうのが大転換が起ころうとしてるのよ。だから YouTuber とか配信者が食えるっていうのなんかもう、叩かれる対象になる。だってさ、俺からしたらだよ。じゃあテレビタレントも芸能界も全部一緒だろうと思うの。じゃあなんで配信者は乞食だって言われて、YouTuber は何、ガキの遊びだって言われて、芸能界も全く一緒だろうって。電通博報堂がついたら偉いのかよっていう。そう思わない？奴らやってること一緒だ。なんとか歌劇団とかも一緒だろ。芸事だろって。だからビートたけしが関信吾を見て、こいつ芸人だろって。俺と何にも変わんねえよって言ったのすげえ偉いと思ったよ。ビートたけしはだから本質を見極められてるでしょ。関信吾の動画見てみんなが働かないやつクズだとか親の金とかしてクズだって言ったけど、いやこいつ芸人じゃんっつって、芸事やってんだろって、何もやってないニートではないよ、この子はって言ったんだよ。この子はちゃんと喋ってるし、みんなを笑わせてるじゃんって。それで金もらって何が悪いんだよっつって、ビートたけしを納得させたんだよ。オイラも同じだよって言わせたんだよ。要はね、権威なんだよ、権威。要はどっかの偉そうな事務所とか上場企業がついてる、スポンサーがついてるっていうだけで、やってることは本質的に一緒だろ。だから今の時代で、乞食だって言われてるけど、何遊んで暮らして何が悪いんだよ。芸人と何も変わんねえだろっていう。いやー、たけしさんすごいよね。なかなかだと思ったよ。本質ついてるなーと思って。いや、だからすごい人はすごいんだよ。で、ダメなやつはダメなんだよ。例えばさ、そう、肩書きだけの違い。コラボはいらないです。あ、コラボ枠だから一回切るか。次枠行くんでフォローしてください。ちょっとコラボ枠切るわ。なんかコラボしたい人が来ちゃうから。次枠行くんで、次枠見てくれる人フォローしてください。仕事について語ります。お疲れ様。
はい、どうも。仕事について語ります。ワードです。2018年8月の11日朝の5時です。よろしくお願いします。まあ今の時代働かなくて全然いいと思うよ、俺は。もう働くって考え方自体がもう奴隷制度みたいになって古く